こんにちは、 We Like Stones の清水です。今日はですね、また久々に開封の儀なんですけれども、ちょっとね、僕はね、最近なんかフローライトにもちょっとまた凝り始めまして、めちゃめちゃいいフローライトがね、またちょっと欲しいなと思ったんですよね。でやっぱアベリもね、フローライトはやっぱ常にいっぱいあるんですけれども、その中でもちょっとやっぱお、これはっていうね、誰もが目に引くようなフローライトちょっと欲しかったんですよね。でね、ちょうどね、9月がね、アメリカのデンバーで大きいミネラルショーがありまして、デンバーミネラルショーって言って、日本でもね、石塚はみんなが知ってるショーなんですけど、ちょっとそこでね、いいフローライトをね、仕入れましたんで、それを紹介したいと思います。でね、デンバーミネラルショー、ちょっとみんなに雰囲気をちょっと知ってもらうために、ちょっと動画を見せたいと思います。どうでしたか？ちょっとね、デンバーショーの雰囲気をね、知ってもらえればね、嬉しいなと思います。本当世界中からね、石好きな人が集まったり、世界中のバイヤーが集まってきてるね、やっぱすごい大規模のね、ショーですね。はい、その中でね、ちょっと今回仕入れた石をね、紹介したいと思います。今回はね、ちょっといいものしかね、厳選しなかったので、全部で15ピース。はい、じゃあちょっと早速開けていきたいと思います。ワクワクしますね。お、早速これね、ちょっと1個前のね、動画にもアップした福建省のフローライトですね。ちょっとこっちの GoPro で見てみたいと思います。わかりますかね、このパープル、あ、パープルじゃない、グリーンが基調として、中にこうブルーのこうゾーニングが入ってるタイプですよね。めちゃくちゃ綺麗。こう全体的にこうエッチングになってるのもね、ここの産地のフローライトの特徴ですよね。多分前回の開封の儀でも、この産地のやつ、もっと大きいやつを紹介したんですけど、多分それよりこっちの方が色が濃いかもしれない、このグリーンがディープでいいですね。ずっと眺めてられる、かっこいい。もう中国のフローライトの中でもね、やっぱ特に人気ありますよね、このタイプは。あ、ちょっと虹が見えるの映るかな、虹が映ってないかな。こう虹が見えるとこは何か所かなんですよ。この辺とか虹が見えるんですけど、あ、見えるかな、綺麗。あ、これもね、中国ですね、内モンゴルのフローライト。さっきのは福建でね、これが内モンゴル。同じ中国でもやっぱりだいぶ変わりますよね、見た目がね。こう裏からライト当てると、この石の特徴、このブルーが今度パープルとブルーですね。あ、綺麗。この色のタイプは中国でしか取れないですよね。結晶もピンピンだし、もうずっと見てられるゾーニングですね。わ、いいわ。かっこいい。どんどん開けてきますね。これもね、中国のフローライトですね。綺麗。ここにちょっとついてるのはちっちゃいな、水晶ですね。透明度が高すぎてちょっと光で色が飛んじゃうか。これね、グリーンのね、ボタンの中にパープルのゾーニングが入ってる。
タイプですね。結晶もピンピンですごい綺麗。まあ、中国の、ね、フローライトが多いんですけど、やっぱね中国のフローライトってねやっぱ綺麗なんですよね。あのカラーバリエーションも実は多いし、ここでしか取れないようなタイプっていうのはすごく多いんですよね。でやっぱ新産とかね新しいとこもあるんですけど、なかなかやっぱここまで整ってここまでやっぱ綺麗な色が出るっていうのはね他にないですしね。どうしてもやっぱ綺麗なの集めようとしたら中国のやっぱ多くなってしまいますね。うん、綺麗。これがねアメジストマインって言ってちょっとまた新しい場所ですよね、中国の中でも。あ、基本的にね全部全部フローライトなんですけど、2個だけロードクロサイト入れて、やっぱロードクロサイトもね人気なんですよ。もうでも中国のロードクロサイトです、まあ、ちょっとちっちゃいですけど結晶が綺麗に立ってたんで、わかります？ちょっと映りづらいかな、こうちゃんと結晶が綺麗に見えるんですよ。久しぶりに見たタイプだったんでね。中国のロールドクロサイトもね本当スイートフォーみたいに色がね濃いしね、透明度もあるし綺麗ですよね、かっこいい。でこの箱には2つ入ってるんですけど、もう1個もこっちはもうパイライトがこう母眼からパイライトとロードクロサイトが両方ともついてるタイプで、かっこいいですよね。これもね、これも結晶がちゃんとしっかりと残ってますね。この辺のこれちょっと仕立てるのがワクワクするな。キューブ状のパイライトとロードクロサイトの結晶とのこの相性が最高ですね。はい、ちょっと2個だけロードクロサイトが入ってました。あ、これもね内モンゴルのフローライトですね。これもねゾーニングの美しさにちょっと惹かれて仕入れたものですね。こう水色の真四角のフローライトの中にこう芯が入ってるかのようなパープルのゾーニング、なんか何とも言えない愛らしさがありますよね。いいな、この角度が綺麗ですね。こんな感じで仕立てたいな。あ、これコナンシャンですね、ヤオガンション。あ、これはいいですよ、これはかっこいい。このピンピンさ、このピンピンさ伝わるかな、フローライトの結晶の良さ。やっぱこのレベルのクオリティのねフローライトってのはやっぱ中国でしょうね、やっぱりね。今は新産とか新しいとこ出てくるけど、やっぱここまでね完璧な結晶、完璧な色、完璧な透明度を持つっていうのはなかなか。うわ、かっこいい。これなんか完璧な美しさを持ってますよね。ちょっと言葉として合ってるかわからないけど、完璧な美しさっていうのはなんか整いすぎてる美しさ。これいいな。もうフローライトだけど透明度も抜群ですよね。もう中の母眼までもう全部見えますもんね、綺麗にね。いや、いいフローライトだ。まだ半分にも到達してないですね。あ、やっとなんですか、これで半分。うわ、これもだ、これも今と同じコナンショ、ここも最高ですよ。このパープルのねゾーニングが、パープルズブルーかな、外が水色、中が真っ青って感じの
なんかもう本当中にゾーニングが美しすぎて中にもう一個フローライドが入ってるみたいですよね。わかります？この中のゾーニングの美しさ、もやっとしてるんじゃなくてなんかスカッとしたゾーニング、言葉が通じるかな。うわいいねこれ、ずっと覗いてたくないですか。結晶もピンピンだし、いやたまらないですね。いやいいフローライトだ。あこれはねあのアメジストバインですね、あの水晶クラスターの上にできるフローライト。うわ水晶も綺麗ですね、キラキラで透明度も抜群じゃん。やっぱ中国の水晶って綺麗なんですよね。剣が細いんだけどそれ分やっぱクリア度は他の産地にやっぱ勝ってるんじゃないかな。ちょっと光が強すぎるかな、ゾーニングが見えないかな。これもねグリーンのフローライトの中に淡いパープルのゾーニングなんですけどね、わかります？透明度が高すぎてかっこいいですね。これ水晶クラスターとフローライトの組み合わせってこんなにもかっこいいんだなと思いますよね。いやいいわ、ずっと見てられる。あ、裏もフローライトだ。このパープルは全部フローライトですね。かっこいい。超かっこいいわ。いいですね。もうピンピンのフローライトと水晶と両方とも結晶がこう両方とも形が違うんだけど、だから両方とも完璧に整ってる感じがする。うん。あ、これもアメジストマインですね。ちょっと最近ここの産地のフローライト好きかも。ここもやっぱ水晶クラスターの上にフローライトがついてる。さっきのと同じ場所ですからね。こっちの方がフローライトの存在感は強いですね。結晶も大きいしね。うん。もうクリア度もすごい。こう分かりますかね。フローライトの中に水晶クラスターがこうあるのがちゃんと見えるんですよね。中からね。わかります、こうフローライトに貫入している部分が、水晶が貫入している部分が透明度が高いからすごいよく見える。かっこいいなあ。ここもいいじゃん、フローライトにこう水晶が突き刺さっているのが見えるかな。見えますよね。これわいいなあ。これいや完璧ですね、本当完璧な美しさですね。あこれ一番好きかもな今までの中で。今回このアメジストマインのやつね3つ入ってきましたけど、このアメジストマインのフローライトはアメリーでは初めてかもしれない。入れたの今までもね、あの見たことはあったんですけど仕入れたことなかったんですよね。こんな綺麗なのがなかなかなくて、アメジストマインみんな覚えておいてくださいね。ここからちょっとね大きくなりますよサイズがね。あ、今度中国を脱しましたね。これねナミビアです。ナミビアのエロンゴっていうところのフローライトですね。これちょっとね周りが黒っぽい、分かるかな、実はパープルなんですよね。ちょっとライター飛んじゃうかな、あ映るかな。ね周りがね濃いパープルで中がグリーンっていうね、そういうフローライトなんですよ。ちなみに蛍光も一応するんですけどね、このフローライトはね。でこの周りの黄色く見えるところっていうのがあの全部あのアクアマリンですこれ、うん、このアクアマリンのクラスターの中にこうフローライトが一緒に共生してる感じで、ここの黒い部分はこれトルマリンですね。
トルマリンとフローライトとアクアマリンのクラスターですね。かっこいい。これどうやって仕立てるか迷うな。こんな感じがいいかな。いや、こうかな。こうやってトルマリンが見えないか。悩みますね。ちょっとなんかアフリカっぽいような、ちょっと力強いようなフローライトですよね。なんか強そうな。アクアマリンもいいですね。結晶がね、ちゃんとピンピンに残っててね。あ、ここのトルマリンの結晶も面白い。こいつも、いや、いいな。こういうのもやっぱずっと見てられますね。今度またこれ中国のね、これ内モンゴルですね。このパイライトと水晶とフローライトっていうね、3種類の矯正ですね。ちょっとさ、こうやってた方がいいかな。フローライトがすごい綺麗なんですよ、これ。なんかこの下の方からちょっとグラデーションっぽくなってるんですよね。グリーンからパープルになっていくっていうか。で、このパイライトの色も面白い。これキャルコパイライトかな。あ、これパイライトって言ってましたけど、これアースドパイライトかもしれないですね。いいですよね、この金属鉱物と水晶とフローライトのトリプルコンビネーションっていうんですか。ずっと見てられるわ。かっこいい。こういうの好きなんですよね。やっぱ矯正鉱物はね、なんか見る場所が多いからずっと見てられますね。うわ、これもかっこいい。サイズが良くて、これもね、内モンゴル、あ、じゃない、これは福建省だ。透明度が抜群にいいでしょ。これもこれね、白いちょっとミルキーのクラスターの上にフローライトができているんですね。水晶がね、よく見るとね、水晶がちょっとフローライトの中に突き刺さってるのがね、わかるかもしれない。やっぱ大きくなるとね、その分見どころが増えますからね、ちょっとテンション上がってくるよね。なんだかんだってやっぱサイズ大きければ大きいほどかっこいいんだよな。わ、これいいですね。フローライトのピンピンで、なんかもう照りもいいし、なんかもう食べられそうですもんね。うわ、綺麗だな。いや、これはいいですね。いや、すげえいい。裏から当てみるんですかね。裏から当てたら、あ、いいな。うわ、いいですね。もうこうやって飾っといてほしいかもね。たまらないじゃない。いや、たまらないフローライトですね、これは。ずっと眺めてられる。かっこいい。ちょっと残すはね、あと2個になりました。ちょっと大きいのがね、待ってますよ。厳重に。お、かっこいい。これも、これも、あ、これはね、エルムウッドですね。あのテネシー、アメリカのフローライトです。かっこいいですよ、これも。これね、中がね、ちょっとイエローっぽいのかな、フローライトがね。で、表面がこうパープルになっていくっていう、こういうタイプでね、この表面こう見えてるとか、これだけ照りがあるっていうのはやっぱ珍しいですよね。あと、このなんか点々点ってなってるのありますよね。これもやっぱエルムウッドの特徴。ちょっと淡いパープルの中でこういうなんかね、こう点が入るものがね、出てくるんですよね。あ、この面とかはやっぱ分かりやすいかもしれないですね。可愛いでしょ、この感じが。このね、照りがね、伝わってんのかどうかがね、ちょっとね、伝わっててほしいな。この照り照り感がね、めっちゃ綺麗なんだけど。やっぱいいですね、アメリカのフローライトもね。なんか力強さがあるっていうか、なんか芸術的な美しさがありますよね。いや、かっこいい、うん、
はい、じゃあラスト1個ですね。お、もう重みがレベルが違う。このフローライトかってぐらい1個だけ重みが。これはですね、まあもちろんフローライトなんですけどね、全部ね。ドカンとしたフローライトですよ。かっこいい、かっこいいですね。まあ、さっきのがね、エルムウッド、テネシーだったんですけど、こっちがね、あのイリノイですね。まあ、アメリカの2大フローライトといっても過言じゃないんでしょうかね。なんか力強さが違いますね。まあ、サイズが大きいっていうのももちろんなんだけども、こっちでも見てもらいましょうかね。結晶の一個一個がかっこいいですよね。ちょっと中のイエローの感じが見えるかな。あ、この辺からのがいいか。この反対側から見ると分かるか。中がイエローで外側がこうパープルになってるっていうね。かっこいい。いや、大好きですね、こういうのね。ザ・アメリカのフローライトって感じですね。はい、ではですね、こんな感じで15点石紹介させていただきました。まあ2個だけね、ロードクロサイトがあったんですけどね、あとは全部フローライトということで、ちょっとねフローライトばっかし今回は仕入れてみました。やっぱ人気なのでね、フローライトね。ここからね、仕立ててね、お店に飾るのをちょっと想像するだけでワクワクしますね。まあ、楽しいですね、フローライトはね。ずっと見る場所もやっぱたくさんあるし、うん、やっぱ個性がね強いんですよね、フローライトっていうのは一個一個ね、うん、何かわからないことだったりご質問とかありましたら、お気軽にコメントいただいても大丈夫ですし、僕のインスタグラムとかツイッターの方にメッセージ、ダイレクトメッセージを送っていただいても構いません。はい、あともお店の方にもね、お気軽に遊びに来てください。本日は最後までご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。コメント全部読んでます。